今週のプレーをご紹介します。いいショットが決まった時の快感が魅力という前田さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいショットというのは自分では決めのショットはありますか？決めのショットはい、スマッシュとかサーブが得意とか、ね、サーブもちょっと待ってその質問を考えてます。ごめんなさい、急に聞いちゃった。本当はボレーとかが好きというか、はい、どうしてもストロークよりもボレーを中心にやる方なんですけど、はい、それではコーチ、今週はどのようなレッスンですか？はい、今日は、チャンスボールをバシッともう決めてもらうレッスンをしたいと思います。前田さん特に左利きなんでチャンスボールをここ、熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。はい、そしたらね、前田さん、チャンスボールをしっかり打ち込む練習するんですけど、はい、3つ気をつけてほしいことあります。はい、まず1つはボールに対して正確に入ってあげて体重移動ができるところに、これが近すぎたり後ろすぎたりバランスが崩れたところでチャンスがピンチになってしまいます。これ1つです。2つ目は、しっかり構えてあげて高い打点で打ってください。ボールがワンバウンドします。上がってきたところを打つような感じ。これがワンバウンドして落ちてきたところを打ってしまったらネットよりも低いところになるんで打ち込めないです。絶対ネットよりも高いところで打ってあげる。もう3つ目はあとはしっかり振り切ることだ。こんな感じで、ね、しっかり正確に入ってパーン、こういう感じで、これが分かります。ここで打ったらチャンスじゃなくなります。前田さんのレッスンスタート。いいですね。もうめちゃくちゃいい。次はサウスポーならここに打ち込め。赤の子を狙っても佐藤コーチ簡単に返してきます。いくら強いボールっても相手うまかったら簡単に返します。そのボールを前田さん特に左利きなんで青のコーンお願いします。チャンスボールをここで2バウンドで黄色のコーンに当たるぐらいのとこに打てば相手はすごい走らないといけないじゃないですか。これは深く、さあ短いとこ行こう、しっかり止まって、そうナイスナイス。今のエースですよ完全に。ああいうボールをね、せっかく左利きなんだよ、相手のバックのこういう視点になるような ねボールが打てたらビシッと決まるんです。分かりました。最後は実践編、ラリーの中で決める。今ねボールをね落とし上がってきて落ちたところ打っちゃってるんですね。上がってきてるところ打ちに行かないと。ああ確かに。さあ来た、おおナイスナイス。今気持ちいいじゃないですか。今のは気持ちよかったですよ。めちゃくちゃ気持ちいいでしょ、あれで決まったら。そうですね、コーナーにめがけて打つっていうのはなかなか普段でもやろうと思ってもどうしてもなんか無意識のうちに入れようとしてあっち行っちゃう癖がついちゃってて、安全な方に、どうしてもあっちに行っちゃうから。番組に出演した小島くん、島くんペアが全国大会で優勝、おめでとう。